はい、ハビさんです。いやね、ちょっと前から来たかった車山高原ですねのね、上にねまたテラスがあるんで、そこに行きたいなと思ったんですよ、結構前から。でも今日は残念だな、なんかガスってる感じがするんで、そこからなんか富士山が見えるようなことは言ってましたけど、ちょっとそれはあまり期待できないかもしれない。でもとりあえずね来たんで、せっかく山頂へのなんか2つのリフトとゴンドラをみたいなのを乗り継いで行くみたいですね。で2400円往復になります。なんかたまたまというか、私が知らないだけだったかもしれないですけど、なんか今日山でフェスがやってるみたいなんですね。だから駐車場もかなり満杯でですね、なんかあのよくドラムの音がしたりだとかしてるんですけどね、まあどの辺でやってるかよくわからないんですけど、まあまあそれとは別に萩さんがあの山頂に行くっていうことですので、じゃあリフト乗っていきましょうかね。なんかいろいろとね、近くの白樺湖だったりとかね、そういうのもあったみたいなんですけど、まあそれはどうしようかなって今考え中なんですけど、とりあえずまずは景色のいいところから行ってみようかなと思っております。ではリフト行きましょう。スカイリフト、冬はね、もうスキー場として有名ですからね、車山。おや、音が鳴ってますね。フェス。リハーサル中ですね。まあ今はね、コンサート行っても拍手しかできないっていうような形に変わりましたからね。いやー、ススキが綺麗だ。うん、萩さんの興味もそういうところにはなくなってしまいましたね、音楽。うん、まあでも萩さんは一応ドラムを叩けるんですよ今はやってません。はい、レストランが上にあるみたいですね。でも一番上のねスカイデッキ行きたいんですよ。もう一個のスカイパノラマ、
到着しました。車山、まあ、額縁みたいな。いや風が強い。うん、曇ってるね。でもいい景色だ。さあ上のドームまで行きましょうか。いいとこですね。景色としてはこっちの方が、白樺湖がある方の方が綺麗ですね。車山山頂、こうやってリフトで簡単に来れるんですからね。これですね、スカイテラス。風がね強くてね、ちょっと動いちゃうな。よいしょ。やっぱりね、午後になると風が出てくるって言った通りなんでね、風が出てきちゃってますね。朝早くはね、すごく全然平気だったんですけど、よいしょ、よいしょ、よいしょ、風がすごい。到着。うわ、怪しいんじゃ。おお、なかなか、なかなかの景色ですね。風が。八代がありますね。素晴らしい。じゃあちょっと回っていきますか。これがスカイデッキですね。ですけど残念ながらあまり今日は景色がいい時ではないですね。これが残念。これはレーダードームですかね。結構人がいらっしゃいますね。大きいね、このデッキは。ここは段差があるか。解説がありますね。御嶽山とか富士山とかね、赤岳とか見れるはずなんですが、いつも景色の悪い時ですね。本当に萩さんが来る時はまあしょうがない、そういう時もありますわ。まあでも最近行きたかったところの一つなので、ここはちょっとまたぐるぐるこの辺回ってみましょうか。レーダーあれでしたね、観測図でしたね。
よし、じゃあ下りの行ってきますか。すごいのにぶち当たりましたぞ。これはこれはちょっと恥ずかしいかもしれないけど、すごい、あの、なんだろう、カップルで乗るにはいいあれかもしれないですけどね。いやー、素晴らしい景色だ。やっぱりね、下りの方がいいっていうのは分かりますよ。いやいやいや、あの、萩さんが何を乗ってるかっていうとですね、こういう感じです。なんかこういうこういうなんか メルヘンチックな車山って書いてある、メルヘンチックなねリフトですよ。いやいやいや、すごい素晴らしい。運がいいんだか何だか、行きに確かにあったんですけどね、まさかね、深い萩さん乗るとは思いませんでしたね。若干の恥ずかしめを受けてるかな。おっさん一人が乗ってますからね。メルヘンゴンドラというか、メルヘンリフトですね。素晴らしいですよ、恥ずかしめを受けますよ。じゃあ降りていきましょうかね。続いて、はい、じゃあね、やってきました。いやー、堪能堪能、やっぱリフトは面白いですね。で、やっぱりね、景色が残念だと思うとまた今度来たくなるっていう、このジレンマなかなか難しいですね。で、今日はちょうどね、なんかフェスがやってるっていうのがあったんでね、人が多いみたいですけど、まあまあこのご時世で少しのイベントやらないとね、ダメだっていうのはあるのかなと思いますので、さて、じゃあなんか次のとこ行きましょうか。萩さんはまたこうリベンジしますよ、あの、ここから見る富士山の景色がちょっといいなと思って来たんですから、今回見れなかったんでね、またさっちゃりにしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。